門司赤レンガプレース手前が、旧札幌ビール醸造棟、奥が、門司ビールレンガ館門司赤レンガプレースは、福岡県北九州市門司区大里本町の旧札幌ビール、九州工場の施設を保存活用した建物群である。2006年8月門司駅ホームより、撮影当地には1913年に帝国ビールが門司ビール工場を建設し、その後変遷を経て札幌ビール九州工場として稼働していたが1996年に老朽化等により大分県日田市の新九州工場への移転が札幌ビールより発表され、2000年に新工場竣工に伴って旧九州工場は閉鎖された。土地及び建物の扱いについて、北九州市等により検討が行われ、JR 門司駅の構内遊休地と合わせて再開発を行うことになり、2005年にまず旧工場事務所を転用した門司ビールレンガ館が先行開業し、翌2006年に他施設も開業した。事業実施は土地区画整理事業として基盤整備を行い、建物の保存と活用に関してはまちづくり、総合支援事業を適用している。敷地は札幌ビール所有のままの部分と北九州市が同社より無償譲渡で取得した部分があり、建物は門司ビールレンガ館については北九州市が無償譲渡で取得し管理運営を JR 九州メンテナンスに委託、その他は札幌ビールより NPO 法人赤レンガクラブが無償譲渡で取得して管理運営を行っている。保存された建物群は2007年に国の登録有形文化財に登録された。また、2009年2月6日に近代化産業遺産属33に門司ビールレンガ館、旧札幌ビール醸造棟、赤レンガ交流館が認定された。旧工場事務所を改装。ビールの歴史と門司ビール工場、九州工場の遠隔のほか、ビールの製造や原材料、缶、瓶のリサイクルについての解説展示を行っている。旧倉庫棟を改装。赤レンガホール及び会議室 ABC の4室とレストラン、アークが設けられている。旧組合棟を改装。この建物のみ1917年の建築である。モニュメント施設として保存、内部は工場稼働当時の醸造機器などが保存されている。ありがとうございます。